こんにちは、ピアニスト中星かなです。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。実は先日チャンネル登録者様7000名様を達成しました。ありがとうございます。本当にいつも皆様の温かなコメントに支えられて、ここまでなんとか毎週投稿を続けることができました。本当に皆さんも応援してくださってありがとうございます。7000名様達成記念といたしまして、2つの中から企画をいつも見てくださってる視聴者の皆様にどっちがいいかっていうのを、今回はアンケートを取らせていただいて、その選ばれた方を実行しようというふうに決めました。なのでもしよかったらどっちがいいかコメント欄で教えていただけると嬉しいです。まず1つ目は、私自身がもともとこれをしようかなと思っていた企画で、皆さんから私に譜読みしてほしい曲を募集させていただいて、その曲を仕上げていくまでの過程を動画で撮っていくというものです。私が弾いたことない曲で皆さんがどういう風に譜読みしていくのかとか、どのぐらい時間がかかるのかっていうのも、私も撮ってみても面白いかなと、私自身の記録としても撮ってみてもすごく面白いかなと思いましたので、まずそれが一つ目で、もう一つはご意見をいただいた提案がございまして、これから1000人達成していくごとにショパンのエチュードを1曲ずつ弾いていくというものです。まあ私にとってもすごくいいモチベーションにもなると思いますし、まあただ状況によってはコンサートのためにすごく準備をしないといけないとか、いきなり何かの表紙にいきなり2000人とかを超えちゃうとか、まあできる限りは今の時期はどう頑張っても難しい。っていう状況になることも想定されうるのですが、まあ、できる限り1000名様突破するごとにショパンのエチュードを1曲ずつ演奏していく、全曲終わるまでそれを続けていくというもののどちらがいいですかね。ぜひ視聴者様の皆さんのお声を参考にどっちでいこうかっていうのを今回アンケートで取らせていただいて、7000名様の企画を決めさせていただきたいので、どっちを見てみたいよというご意見のございます方はぜひコメント欄でお気軽に教えていただけると嬉しいのと、他にもこんな企画してほしいよとか、7000名様達成企画だけでなくていいので、まあ、こんなことを動画にしてほしいなっていうことがございましたら、コメント欄で教えていただけますと、今後参考にさせていただければと思いますので、ぜひ皆様からのご意見をお待ちしております。そして本当に皆様いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ぜひコメント欄で教えてください。